身長ビヨン石井学科科生成芸学専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネルとよろしくお願いします。さてで、ね、本日お話しさせていただくのは、身長先生式成長ホルモン治療ドーピングになるんでしょうかってことですね。この、質問について答えていきたいと思います。身長先生式成長ホルモン治療というのは、成長ホルモン投与と思春期コントロールするお薬と栄養補充とあと生活の改善ですね、この4つをですね、トータル、総合的に包括的に治療していくことの総称になるんですけども、その成長ホルモン治療ですね、ドーピングになるのかということで、ズバリなんですけど、ドーピングになりますということで、まず皆さんに、基本的なことをお伝えしたいと思います。成長ホルモン治療っていうのは、まずね、スポーツの世界においてはドーピングになりますので、どんな理由であっても基本的には使っちゃダメっていうのがまず第一原則ね。ただし一方でなんだけど、いわゆる病気の子の場合は、一応いいよというのが、現状ですね。例えば成長ホルモン分泌不全症の子とか、そういった子に対して成長ホルモンを投与したっていうことであれば、それはお咎めなしねっていうのが、現状のまだご理解だと思ってください。なので当院ではですね、特発性低身長、体質性低身長、身長低くないけども伸ばしたい子が対象ですので、当院で、成長ホルモンを投与した方に関しては全員ドーピングになってきます。まずそれをご理解ください。なので例えばですけども、皆さんの、ドーピング機構にですね、成長ホルモンを投与してもいいですかというふうに質問すれば、ドーピング機構の方に関してと、一律ですね、それはダメですというふうに、回答が返ってくると思いますので、将来ですね、例えばプロのサッカー選手になりたいとか、でプロの野球選手になりたいとか、そういった方に関しては基本的にはダメですよというふうにご理解ください。一方でなんですけど、こういったね、質問もあるんですよね。で YouTube ね、ここまで話していいのかな、どうだろうな、けどちょっと今日話しちゃいましょうかね。ということで、皆さんね、こういったことを考えてね、例えばそれが規制されていますかって質問ね、規制されていますかってことね、これはすごく難しいね。もっと平たい言い方ですね、いわゆるバレますかとか、そういった質問でもいいかもしれないよね。ここに関して言うと、まずは、規制っていうことに関して規制はされていないと思います。でこれどうしてかってことなんだけど、例えば大人の人が成長ホルモンを投与したら、それは絶対ダメ。なんでかっていうと、それは想定されているからね、ドーピング機構側でね。だけどドーピング機構側が、いわゆる子供の時に成長ホルモンを投与して身長を上乗せして今のスポーツに向かってる、っていうことを想定してないんだよね。だから規制もだからしていないというか、ルールが出来上がってないんだよね、簡単に言って。だから最初冒頭お伝えした通り、基本的な概念としては成長ホルモンっていうのは、スポーツに関しては全部 NG、 オール NG ね。だけど、子供の時に昔その気づかずにやっちゃったんだけどってことに関して言うと、それからして、ルールが決まってないから、規制が決まってないから、じゃあそれはダメなのかどうかなのかっていうのをいちいち問わないというか、今の現状として通ってないというか、そういった表現ですね。例えば、これは同じようなことがあって、例えば最近などで格闘家の、とある人ですね、K 選手っていう選手、私知ってますけど、その選手は格闘技の、方ですね、もう公にされてるか言っちゃっていいのかな、木村フィリップミノルさんですね、そういった選手がドーピング剤を使ってその試合に臨もうとして、でドーピング引っかかったから、その人ね、お咎めってことでダメって言われたんだよね。だけど結局ね、半年ぐらいして復帰してんだよね、復帰してまた普通に試合出てますので、その結局ね、そのそういう気候によると思うんだよね。昔やったことに対して、完全にダメとするのか、それともそういうふうに、そのいわゆる格闘技とかだと、比較的緩いっつってちょっと怒られちゃうかもしれないけども、そういうふうにその寛容というか再チャレンジを許容するとか、そういったような傾向があると。だから、そういったような側面もあるかもしれないよね。例えばあとは有名なのでメッシー選手だよね。メッシー選手なんかは小さい頃成長ホルモン治療やってて、でそれで身長今170センチぐらいになって、それで世界一のサッカープレーヤーになったっていうのは皆さんもご存知かもしれないけども、彼なんかは、一応病気っていうことになってるんだよね。本当の意味で彼が本当に成長ホルモン分泌不全症だったのかは、ある意味ちょっとその完全にその証明するっても私は少し難しいのかなとか思ったりもします。ここはちょっと、少し言葉を濁さなくちゃいけない部分だけども、いろんなことが言えると思うんですね。なので、とりあえずそういうふうにして、いわゆる過去の使用に関して言うと、グレーゾーンっていうことは逆に言えると思います。ただし、私の方に問い合わせをされれば、私はね、公の立場としてはダメですというふうに答えるのが、当然の、最初の答えになってくると思います。であとはですけども、例えば仮にね、皆さんの方でさっきドーピング機構に問い合わせをしたらって話があったと思うんだけど、そういうふうに問い合わせをしたらもちろんね、それはダメだと思うし、例えば仮に皆さんの中で金メダルを取った方がいて、でそのお子さんが将来ですね、記者会見でですね、昔ね、成長ホルモン治療ってですね、身長が170センチになったので、こういった金メダルを取ることができましたなんていうふうに話をしたら、もしかしたらそれをですね、機会にですね、金メダル剥奪しますが、そういったことを言われるようになるかもしれないし、結局その例えばオリンピックというか、おそらくそういうふうに、その一番ドーピングに対しておそらく一番厳しいですね、私
私が思うにね。で一方で例えばなんかその、まあ、なんとか大会とかそういった大会によっては、まあ、昔の成長ホルモン投与治療に関して言うと、まあ、お咎めなしにしましょうとか、まあ、大会によっても随分ルールが変わってくるとか、まあ、そういうふうにしてだんだんその規制というかそういうルールが徐々に、決まってくるんじゃないかなというふうに私考えてますけど、今ね2023月時点ですね、まあ、今の時点ですとまずは、まあ、ドーピング該当するんですよね。そこ一つ覚えていただくのと、その規制されているかというふうに言われると、まあ、現状としては規制されてない。ただしもちろん私から、もしくはドーピング機構側からですね、まあ、そういうことをやることを推奨するとか、そういったことはないですので、まあ、それはねスポーツ選手になる方に関して言うと、そういった身長節制式成長ホルモン治療について言うと、まあ、十分ね、ご注意いただく必要があるかなというふうに思いますので、ご参考ください。それではまた。